まあ、カード会社も商売ですからね。そして皆さんが ATM とかクレジットカード会社から何か決済をしたりとかお金引き出したりするときにかかる手数料というのはこれほとんどが、そもそもですね、クレジットカードっていうのが始まったのは、まあ、ビザが、まあ、一番最初なわけですけれども、これはバンクオブアメリカというですね、アメリカの、まあ、銀行ですね、割と大手の銀行なんですけども、ここがバンクオブアメリカカードっていうのを作ったところから始まります。まあ、かなり、もう1950年代とか、それぐらい結構古い話なので、当時はですね、まだまだ、実は電話回線を使って、まあ、電話回線とかってあんまりもう耳ピンとこないかもしれないですけれども、今皆さんがこうやってスマホとかでネットに繋がってるのは、もともとはこう電話回線にですね、データを乗っける。昔の電話って音声しか乗っかんなかったんです。びっくりすること。だけれども、そこに、モデムとか、そういうのを使ってですね、今度、30代後半から40代以上の人は、みんな覚えてると思いますけど、モデムでですね、ネットにつないで、ビーギャラギャラギャラ、みたいな、そういう世界ですね。そういう世界の時に、できたネットワークなんですね。クレジットカードの、昔はですね、バンクオブアメリカカードができたばっかりの頃は、ガッシャンってやってですね、カーボンコピーで、カーボンコピーっていうのももう知らない人いると思いますけど、こう、複写ですね、紙の下にですね、インクがついてる、なんか、ペーパーがあって、そこに上からこう、ボールペンとかで書くとですね、下にですね、なんかそのボールペンで書いたのをそのまま複写されるっていう、複写カーボンコピーって言うんですけど、今でもですね、E メールとか見ると、CC コロン出てるのは、CC ってのはカーボンコピーの役なんですね。そのカーボンコピーでやるために、クレジットカードのですね、カードナンバーがですね、エンボス加工、まぁ、ちょっと盛り上がった加工がされてますけど、あれはカーボンコピーでガッチャンってやるために盛り上がってるんですね。はい。本当に今でもど田舎に行くと、本当世界、日本はもうないかもしれないですけど、世界のど田舎に行くと、未だにガッチャンっていう風にあって、リアルタイムでカードネットワークにつなげないっていう風な、ところもあるみたいですね。僕もたまーに本当にそういうのに遭遇したりするんですけど、今はもう本当にスマホで、簡単につながるようになってるんで、スマホネットで、クレジットカード決済みたいなね、スクエアレジとか、そういうのも、できてきておりますが、まあ未だにこう主流で使われてるのは、その後にですね、カーボンコピーの時代の後に、リアルタイムで不正を防ぐために、銀行のネットワークとつないで、カード決済したら便利だよねっていうのができてくるわけですけれども、1983年4年ぐらいまでは世界中の実は電話会社というのは大体国営とか公営だったんですね。で、それを ITU っていう、まあ、世界のそういう電信電話の、まあ、会議をやる組織があるんですけれども、そこが、これ自由化しましょうという動きが出てきました。だから日本でも、電電公社っていうですね、国営企業を民営化して、分割民営化ってね、亡くなられた中曽根康弘首相の時の、ことですけれども、そういう分割民営化っていうのにあって、で、そこで NTT が生まれたわけです。で、実は日本のクレジットカード会社のネットワークも、実はその銀行のネットワークもね、ATM とかが繋がってる全銀ネットっていうのがあるんですけど、全銀ネットだったりとか、クレジットカードのネットワークはキャフィスっていうんですけれども、このキャフィスっていうネットワークは実はその頃に作られてます。つまり、電電公社の時代に作られてるんです。で、この電電公社の時代に作られたネットワークをどの会社が引き継いだかっていうと、NTT データっていう会社が引き継ぎました。で、この NTT データと、未だに、今、日本のクレジットカード端末とかと繋いでるネットワークって、未だに NTT データが、割と大きなシェアを持って運営をしております。それ以外にもちょいちょいあるんですけれども、未だにキャフィスっていうのはすごくシェアを持って、で、もちろんその銀行間のネットワークも全銀ネットっていうのは未だに幅を利かせていると。そして、皆さんが ATM とか、クレジットカード会社から、何か決済をしたりとか、お金引き出したりするときにかかる手数料というのは、これ、ほとんどが全銀ネットとか、キャフィスの手数料なんだよ。まあ、つまり、まだ、電話回線の上にデータ通信ができるっていうのは、その、民営化されるまでは、電電公社が独占してたわけです。独占してたから、国営企業が独占してたから、高かったわけです。その名残が未だにあるわけです。というのは、古いネットワークをずっと使い続けてるから。でも、そういうもんですよね。だって、道路をですね、新設すると言っても、高速道路はバッと作れるかもしれないけど、何十年何百年前からある道路をですね、じゃあこの道路を全部やめて新しい道路作りますよってできないでしょ。だからどんどんこう積み重ねていくわけです。だから古いネットワークを使ってる人たちもなんか切り替えるの大変だなとかお金かかるのとかって言ってみんな切り替えないわけですよね。みんなが 100% バチッと切り替えてくれればいいんですけど、切り替えないもんだからずーっと古いネットワークを使ってる。だから実はですね、
僕、キャフィスと直接つないで、日本初めてのインターネット決済やったんです、僕が。僕がそのプログラムを作ったんです。グローブっていう、小室哲哉が作った、まあ、ユニットがあったわけですけれども、そのグローブのインターネットライブのチケット、ライブのチケット、インターネットで売ったんですね。これがキャフィスとつないでたんですけど、キャフィスに、アメリカのサイバーキャッシュっていうシステムをですね、導入して、それをつなぎ込みは多分僕なんで、すっげえよくわかってますけど、もう、大変なんです。1決済あたり何十円とか、10円とか、もう最低でも10円ですよ。1トランザクションあたりいくらみたいな。結構えげつない契約になってるんですよね。それにパーセンテージを取るみたいなですね。それがベースになってるから、日本のクレジットカード決済というのは、なかなか手数料下がらない。そこに来たのが、PayPayとか LINEPay みたいな QR コード決済なんです。これ黒船ですね。つまり、これは、独自に、もうインターネット上に、クレジットカードはもう関係ないじゃないですか。QR コードで毎回毎回あれも番号を毎回毎回生成してるようなもんですよ。なので、安全に、まあ最初ちょっとトラブルいろいろありましたが、安全にネット決済の全く新しいネットワークで、トランザクションやりましょうと。決済やりましょうということで、まあ今も手数料 0% キャンペーンとかですね、キャッシュバックキャンペーンとかいろいろやりまくってますけれども、まあその 3% とかですね、そういう手数料ではなくて、結構もう 0.何% みたいな、非常にリーズナブルな手数料になると思います、おそらく。まあ、それとは別にですね、クレジットカードとハイブリッドなですね、クレジットカードそのものをバージョンアップしましょうみたいな動きも、Apple、ね、Apple が Apple カードって出しましたけど、これはゴールドマンサックスという投資銀行、通常は B2B、法人向けの営業しかやらないところが、Apple と組んで、Apple カードを立ち上げました。で、裏のカード決済システム、マスター、っていうね、ビザのライバルですね、がやってます。ビザはこんなもん協力したら、うちらの業界の秩序が乱れるということで、全く協力してませんが、アップルカード、これもですね、物理カードをね、もらえるんですね、チタンの物理カード、スマホとかの決済、非接触決済にですね、対応してないところ用に特別にチタンのカードがあるんです。これ、クレジットカード番号も名前も、有効期限も何も書いてないです。書かなくてもいいんですよ、だって書いた方が逆に言うとその番号を読み取ってネットとかにカチャカチャやったりとかして、不正の温床になってしまうのでそういうことやらなくていいっていうのがアップルカードの発明なんですけど、まあアップルカードだったりとか QR コード決済、PayPayとかですね、LINEPayみたいなものが出てきたんで、やっとですね、これも全てがスマホが変えた世界なんです。スマホがあるから QR コードだって毎回毎回ワンタイムのパスワードを見せられるし、ネットと繋いでリアルタイムに決済できるしっていうのはやっと出てきたからこそカード決済のネットワークを無視してね。無視して、やっと、リーズナブルなネット決済が実現できる世界が来たのかなというふうに思います。なので、我々はこういった新しいカード決済とか、その QR コード決済とかですね、そういったものを積極的に導入していこうと。積極的に我々利用者であったり店舗が導入することによってキャッシュレスっていうのは広まって手数料も安くなって、まあカード会社も商売ですからね、全然儲かんないよっていうところはやっぱ手数料高くなりますよね。で、そういうのをやらないようにしようということで、大阪の焼肉屋ももうちょっと勉強して、クレジットカード会社の歴史とかですね、そういうの勉強して、いやーカード決済の手数料高いんだよ、だから入れねえんだよとかって怒っててもしょうがないということを、ここでお伝えしたいと思います。